夏の隠れ家は騒がしく何も知らぬ僕たちをただ静かに佇み世界の外側いざなういつの間に走り出す答えはまだ見つからないけれど手を伸ばす想い忘れないで虹色で知ったる空間島も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ。そうだ、空間島の様子はどうだ。ずっと穏やかにやってたよ。けど島が出てきててんやわんやって感じ。ライザがいろいろ対処したって噂も聞いたよ。まあやれる範囲でね。でも結局は根本の問題を解決しないと。さて今回はどんなものと出会えるかな。私は最高の錬金素材と出会いたい。何？見つけた。くらさお、サポートは任せて。行こう、ライザ。始めるよ。いっけ。タオ、お願いできる？任せてよ、ライザ。ライザ、お願いするね。任せてよ、ライザ。当たれ。タオ、頼む。よろしく。僕が行く。行け。それ。力を打つ。来ねえならこっちからだ。これを使おう。とどめだ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。まだいける。さすがネルと見える。私の戦力だよ。ライザ、お願いするね。ドリア。こいつも。ドリア。もう一度。行くぜ。早くしてるよ、ネルと。こいつはきついぜ。これでおしまい。いい修行になったぜ。私はずっと仕事と向き合ってたかな。頑張って薪で終わらせてきたんだよ。俺はまた剣の腕を上げたぜ。魔物と戦う時は任せてくれ。さすが、二人ともより一層頼もしくなった気がするよ。集めておこう。トリア敵だ、気をつけろ。クラウディアの弓期待してるぜ。おしまい。クライネントクライネントだ。おっと、こら、まあ、立つよ。あたしが行くよ、タオ。クラウディア、よろしく。私に任せて。いい修行になったぜ。みんな無事。
そういえばクラウディアと最初に会ったのも森の中だったよね。ああ懐かしいね。ちょっと思い出すのが恥ずかしいけど。あの頃と比べるとクラウディアも立派になったよね。まったく、お前はクラウディアの親かよ。それ敵だ、気をつけろ。レント、一人で走らないでよ。おお、レイザー、一丁やってやろうぜ。これでおしまい。最後だ。レイザー、お願いするね。めちゃくちゃ任せろ、ライザー。よし、一匹倒せた。すげえぞ、タオ。最後だ。終わりか。最後だ。そりゃどうだ、どれにしようかな。大盤振る舞いよ。あたしたちの勝ちだね。まだまだ戦う敵だ、気をつけろ。よく頑張ろう。行くぜ。頑張ろうクラウディア。一年どうだ。これでおしまい。うわにゃクラウディア、お願い。ライザー、私に任せてください。クラウディア、お願い。頼む。よし、一匹倒せた。タオ君、やったね。どうだ、まだまだ。どうだ、今なら攻撃が通るかも。クラディア、いい感じだ。お待ちください。あたしたちの勝ちだね。まだまだ強くなれそうね。強くなれたみたいだ。の近況はどう？フィーとお別れしてちょっと抜け殻状態だったかな。でも今は復活して毎日頑張ってるよ。僕は坊主と一緒に夏季休暇中。オートではまあいろいろあったかな。せーの、みんな敵だよ。ケント君がいれば安心だね。こいつクラウディアの弓、期待してるぜ。うわはっはぁ、行くぜライザー。とどめだ、お願いするね。任せろライザー。うわこのこれでおしまい。ギラリ、それ行くぜ、出るよ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。分かってたけど。クラディア、お願い。ライザー、私に任せて。やっ、当たって。まだまだ。今の攻撃できるかも。クラディア、いい感じだ。よーし、まだまだ強くなれるぜ。強くなっちゃったみたい。どうにかって感じだな。石はかさばるし重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。冒険が俺たちを呼んでるぜ。昔はこの辺りで特訓とかしたよね。タオなんかずっとビビってたよな。仕方ないだろ、あの頃は本当に怖かったんだよ。そのタオが今はね。だからお前は親なのかよ。
お、どこ行くんだ？過ごしやすい気温になってきたね。とはいえ、無理せず行こう。知らない場所を自分で歩く楽しさ、それを知ったのがこの場所だったな。せーの、敵だ、気をつけろ。やってやろうぜタオ。成長を見せてあげるよ、レントン。どうだこいつ、どうだ。終わらせる。任せねえよ、ダイザー。はっ、くらい。くらい。連続だ。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。ダイザー、私に任せて。くらえ。みんな、お疲れ様。ちょっと、手こずったね。ここも懐かしい。ディラさんからの試練で入ったよね。自分たちで判断して自分たちで歩く、あの日教わったことが今も生きてるぜ。幼馴染3人の話を聞いてると少し嫉妬しちゃうな。クラウディアとの思い出もたくさんあるよ。あの島、ことカーク群島って呼んでるんだね。漁師たちがそう名付けたんだって。由来は知らないけど。どこに行こうかな。カーク、謎に。みんな、敵だよ。行こう、エイザー。クラウディア、一緒にやっつけよう。頼めるか。連続だ。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。パーツ、やっぱり当たって。見たいのが行くよ。はっ、よっしゃ、こっちのは倒したぜ。使うのはさすがね、レント。せーの、
まだ行けるチャンス、よろしく。捉えた。はっ、うわっ、僕が行く。当たれ。それまだ行ける。今なら攻撃が通るかも。クラディア、いい感じだ。もう一回クラディア、どりゃ終わりだ。攻防一体の技だ。チッ、まだ寿命が足りねえや。どこに行くのさ。みんな敵よ。やってやろうぜ、ハオ。成長を見せてあげるよ、レント。任せてよ、ライザー。いつでどうだ。ちょっとやばかったな。眠く
眠気覚ましの薬とか作れないかな。あったら便利そうだけど、寝るときはちゃんと寝た方がいいよ。もしかしたら仕事でも使え。あ、いや、なんでもないよ。陸路で空剣島に来る人は大抵ここの道を使うみたいだね。洞窟だけど、ここが私たちの本当の冒険が始まった場所なんだよね。行こうかな。見つけた。旅先で歴史のある遺跡とか遺物と出会うのが一番の楽しみだね。私も面白い素材に出会っていろんな調合をするのは好きだな。面白いものを見つけたらトークに送ろうかな。にしてもなんで突然島なんて現れたんだろうな。古の遺跡が再起動したとか。空剣島みたいな人工物ってことか。やっぱり実際に調べてみないと分からなそうだね。ここも地図に記しておこう。そういえばあれからいつ。敵だ、気をつけろ。行こう、ライザー。さあ、サポートを任せて。終わりだ。わっ、ごめん。この足にまといでおしまい。とどめだ。クラビア、お願い。ライザー、私に任せて。行くぜ、出るよ。くらい、終わりだ。冷たいのが今なら攻撃が通るかも。やったね、クラウディア。まだまだ。ライザー、お願い。終わりだ、クラウディア。せっ、くらい、クリシマンだ。どれにしようかな。嘘だろ。よし、一匹やっつけた。やったね、レイザー。このいけまだ強くなれるぜ。強くなっちゃったみたい。結局何だったんだろう。この入り江、なん
だかいつも大変なことが起きる場所になってるような。見つけた。それ。そういや念のため確認だが、門の封印は大丈夫だよな。ちゃんと定期的に様子を見に来てるから大丈夫。おお、やるなライザー。あのね、私だってもう大人なんですよ。でも気持ちはわかるよ。あの時は大変だったから。あの頃の私たちにとってはここまで来るのも大冒険だったよね。